コンマリ人生がときめく、片付けの魔法は、ネットフリックスで制作され、2019年1月1日に公開されたリアリティ番組である。日本の片付けコンサルタントで、コンマリメソッドの創作者であるコンドー、近藤マリエが、アメリカ人家族の家を訪問し、彼らの家を整理して、片付けるのを手伝う内容である。番組中、飯田マリエが通訳を務める。 近藤は、一服、二本、三紙、四小物、五思い出の品々という五つのカテゴリーに分けて、片付けを進めていく。近藤は参加者に、個々のアイテムを一つずつ調べさせ、ときめきを感じるものだけを残すように指示する。ワシントン DC で行われた2019年、ウィメンズマーチ。参加者が掲げるプラカードに、近藤の写真が貼られ、 ディス・アドミニストレーション・ドーズ・ノット・スパーク・ジョイと近藤の決めゼリフが引用されている。番組は、おおむね好意的な評価を受けている。デビュー集約サイトロッテントマトズでは78、78%の支持を獲得し、近藤が魅力的なインストラクターになると評価している。メトクリティックでは、8人の非評価の評価に基づいて69点を、 獲得し、おおむね好意的な評価を受けたザ・アトランティックのサラ・アーチャーは、この番組は、私たちを取り巻く者に共感を育むことであり、混同の共感が人々を助けることが、混同の成功の鍵となるだろうと述べた。バイスのニコル・クラークは、家族の家の内部の仕組みを紹介することで、意図とせず世帯の整理と組織化に対する、性別役割分担を強調していると述べている。 ガーディアンのジャックシールはあまり好意的ではなく、この番組は単に女性が人々に片付けを指示するだけの番組であると指摘している。彼はその前後に興奮がなく、生頓以外は皆同じ家だと述べている。ありがとうございます。